利用権の有効権、フリープレイ可能。お前誰？久しぶりやんら。なんか、3ヶ月ぐらいじゃない？久しぶり。あのね、なん、今ね、寝起きなの。完全に寝起きなの。固まってねえわ、今。夢見たんだよ。つうか、いつでも夢見てるわ。まあね、ドラゴンクエスト10はね、100回ぐらい生放送したんですよ、実は。すごいことですよ。祝う間もなく終わっちゃいましたけど。100回ぐらいドラクエ10の生放送をして、まあ、まあね、とある諸事情により、今、休止中という形をとっているんですけど、3ヶ月ぶりにね、ログインしたくなりました、本日。キッズタイムというものがありまして、そこでログインしてます。はい。というわけで、まあ3ヶ月ぶりにね、こう、アンラ、ウキウキしてんね。3ヶ月目にね、こう、アンラとあったんで、ね、キッズタイムでちょっとね、遊びたいなと思います。はい。わざわざ無理やり焼き焼きに起きてまでやることじゃねえな。早速なんだけどね、3ヶ月、まあ空いたから、あんなね、プレゼントがあるんだよね。お出かけ便利ツールはずっと入れてたんですよ、アプリの。で、ちょこちょこまあ、見てはいました。普通ですね。あ、そうそう。普通ね、配信者が休止するとね、こういうね、指箱にはね、なんか、配信者の、ね、人にはね、心配のメールやね、お手紙が、早速だけどね、アンラにはね、新しい服を買いました。服を買ったって言いますか、ショップのポイントがね、めちゃくちゃ溜まってたんですよね。使わず放置してたんだろうけど、あと、クリスタっていうゲーム内通貨があるんですけど、それもずーっと買ったまんまだったんですよ。宝の持ち腐れ。というわけでですね、新しい服を今着せました。いいじゃん。あれアンラかわいいじゃん。どうしたの？まあ、うちのね、看板娘であるアンラね。まあ、結構ね、その手の人たち、うちのね、リスナーさんたちにはちょこちょこな人気を博してるアンラ。かわいくなって。ね、来ましたね。どうしたのアンラ。かわいいじゃん、アンラ。どうしたの？じゃあ一枚取っとこうね。あはははは。バトンちゃん。バトンちゃんさ、バトンちゃん、ちょっと。目が死んでるぞ。というわけでですね、いつもアンラっていうのは配信前はこうしてたんですよ。この笑うって仕草、アンラにぴったりだなと思って、これずっとしてたんですけど、アンラ、プレゼントがあるんだ。仕草書、ご機嫌。売り値10万。バザーでもそこそこ高いんじゃねえか？売りません。これを使います。こうすることでね、ご機嫌になることができます。ちょっと意味わかんない。何わかんないですけど、これを読むことで、主人公がね、ご機嫌になることができます。そして、もう一つ。ギュッと、レグナードの箱。こちらですね。まあ、レグナードっていうのは僕のドラクエ10ではね、正直ね、欠かせない存在なんですよ。なんで、このギュッとちゃんをね、使います。はい。ギュッとレグナードの箱が開いた。ギュッとレグナードを手に入れた。手に入れた。これはどうやって使うんだ。ああついてんじゃん。ちょっと待ってね、カメラで見せんね、みんなに。違う違う、ドルボードじゃないよ。ボタン間違えたの。ほらーなんかついてる。いいなーこれー。あんら、似合ってるよ。皮肉にも似合ってるよ、その、ちょっと待って待って待って、あんら、ちょっと待って。相変わらずその服着ようが何着ようがお前さ、真顔やめてよ。新しい、ご機嫌を使いたいと思います。じゃあ、アンラ、ご機嫌になってくれ。いきます。ご機嫌。はい！ドラキーマかわいいな。まあ今日はじゃあ、本日ね、あとキッズタイムの時間があと1時間ですので、1時間ね、この新しいね、今ちょっと 3ヶ月ぶりに会ったアンラと遊びたいなと思います。よろしくお願いします。さあ、アンラ、やることはわかるね。やっぱりね、アンラの素材が欲しいんですよ。アンラのね、グリーンパックの素材が欲しいよって声がね、あるんですよ、うちの視聴者がね。アンラを好きな一定の層がいますからね。
じゃあアンナ、そのためにね、ちょっと写真撮ってもらおうかなと思います。はい、アンナちょっと立って、そこに、ほら。アンナにはね、思うわ。やっぱアンナってさ、笑顔似合うね。なんか俺アンナで喜んでる。フレンドもやってない人多いな。じゃあね、ここに左上にあるじゃないですか、配信モード。配信モードもつけたし、ね、これで他の人が映っても大丈夫ですからね。他の人が映ってもこれでね、配信モードをつけてるのがなんか理由になって、規約になったみたいなんで、これをつけて今日はね、あと1時間、まあなんと何分だ。ね、ドラクエ10を久しぶりに遊ぼうという企画です。よろしくお願いします。じゃあアリナ行こうか。いやー、久しぶりにジュエット来たけど、なんか久しぶりって感じがしないな。なんか3ヶ月ぶりだけど久しぶりって感じがしないんだよね。なんかでもまあボタンはちょこちょこ間違えてるけどね。なんか撮影ボタンとほらオートランでちょっと違うんだよ。オートランしたんじゃないの俺は。何今一瞬なんかえらい、なんか、何今の、なんか今幽霊みたいなのいたんだけど。え、気のせいか、今なんか幽霊いなかった今。なんか何もないところに吹き出てたのが、怖い。久しぶりにここに来たんですけど、何何何何、ちょっと待って、ドラクエ10に一体何が起こってるんだ。え、消えるんだけど。え、なんかそれまで人がいるのにさ、消えるんだけど。え、何これ、配信モード入れ、多分配信モードを入れたからかもしれんね。配信モードを入れると他の冒険者でなんか映りたくないよって人とかいるかもしれないから、もちろんやっぱりね、配信上別にちょっと映んないなっていう人いるじゃん、やっぱり世の中。そういう人たちが、なんか配信余計的に設定したのかな。びっくりするね。一発納品は報酬受け取りで、まあ、スマホのアプリで裁縫を代わりにやってくれみたいなのがあるんですよ。これをちょこちょこやってまして、これを受け取ろうと思います。158万。突然の酔い越しの背に。さあ、よくね、配信を開始するメギストリスの、場所に来ました。メギストリスにはですね、何があるかというと、さすがに今からじゃあ、冒険しようってなるじゃないですか。このゲームですね、ソロプレイが成り立ちません。パーティーを組まない一人ソロプレイは、まずまあ成り立ちません。まあ、瞬殺されます。ということで、仲間をね、ビジネスライクな仲間たちをね、ちょっとね、募ろうと思うんですよ。あと、なぜか職業が旅芸人なんですよね。僕メインは動物界でやってたんで、ちょっと今回は動物界でやろうかなって。旅芸人も別に弱いわけじゃないし、むしろ強いと思うんだけど、僕が使う分には動物界よりは使えると思うよ僕が。まあメインは動物界でやってましたんで、多分はい、まあ、最近モンハンではね、弓から逃げるな、本当にパッて消えちゃうな。このさ、こっち来た時にさ、近づくと全員消えんだよね。あんらさ、お前触れるもの全てを消してるみたいになってるよ。これが何、数百年後の地球。あ、いいね、元々の、そう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 、これこれ、みんな好きなアンナこれでしょ。というか僕もデフォルトがこれだわ。このアンナのね、この服装なんだかんだでね、結構前からしててお気に入りなんですよね。まあこれが基本のアンナですね。まあ今回は、あの服装で行ってもらいましょう。で、その後に仲間を、何君は、ヒストリカさん、なんで誰もいねえとこに喋りかけられるんだよ。時々怖いんだけどこのゲーム。でビジネスライクな仲間を探します。ですね、おお、そんな、ちょっとだいぶ遠隔から話しかけると、こんな距離やっても話しかけるのすげえなこのゲーム。おお。仲間を探します。で、仲間をね、探そうと思うんですけど、誰かいるかな。
ゆらちゃんどうした？ちょ待って、ゆらちゃんどうした？ゆらちゃんがすごいことになってんだけど。うちのしおちゃんのキャラがいたわ。あのフレンドがさっき全然ログインしてないって言ったじゃないですか。フレンド枠がいなくて残ってたのがしおちゃん枠がほとんどですわ。だけどね、うちのフレンドの5割を占める、5割を占めるな。うちのフレンド枠の5割を占めるしおちゃんのキャラをちょっと借りよっか。うん、仕方ない。あれいいのかなーってちょっと迷ったのよ。総力がいないんですよ、このゲーム。このね、うちのフレンドに総力が誰一人いないの。え、なんでいいのかなーこの人で。しかもなんかさ、あれ、なんか見た目変わった？やっぱりあと1枠はさ、仲間モンスターでしょ。このゲームはですね、モンスターを1匹だけ釣れることが可能となっております。3匹釣れられると、釣れたら方がよっぽどいいと思いますけど、1匹だけ釣れることができるんですよね。というわけで、やっぱりこれはもうノッヒーちゃん以外ありえないだろう。行くぞノッヒーちゃん。おー、いいね。というわけでね、無事にパーティーが結成されました。いいね。いや、もうこのなんか、ガチっぷりがやばいな。早速、バトルかって皆さん言うと思うんですよ。いや、ちょっと待て。ドラクエ10にはですね、そんなバトル以外にもね、楽しめるコンテンツがあるんでね、ちょっと2つほどやってみようかな。楽しめるコンテンツを。じゃあ、まずはね、バトル以外のコンテンツに。レッツゴー！